どうも、デンガです。ゆうです。ゆうです。この今現在私たちがいる場所どこか分かりますか？大阪ですよね。大阪ですね。近畿。近畿。いやいや、どうなっとんねん。日本。日本、もっとどうなっとんねん、お前。地球。いや、もうええわ。はい、ということでですね、大阪工業大学の梅田キャンパスに我々3人で来ております。で、大阪工業大学と言いますとですね、前回キムとピロマルを騙した新元素のドッキリの、あの大宮キャンパスとは違って梅田キャンパスに我々は呼ばれたんですけども、また元素見つかったんですか？いや、またもう元素見つからんし、あの時もう元素見つかってないんよ。とりあえず呼び出されて、君らにやってほしいことがあるってことでこのメンバーが呼ばれました。その部屋に入るとなんか全てが分かるらしいんで、ちょっと入ってみましょう。はい。あらあら、お、これはおっすってかい、景色はすげえな。いいですね。すごい。あの観覧車、やっぱあれですね、ゴロゴロ回るんですよ。汗こんないで、ゴロゴロ汗こんない。でもすごくないですか、こんな景色のところでみんな勉強してるんですよ。これわかるでしょ、大阪に住んでる人。ヘップバイブですよ、これ。すごい。キムさん、今日何すると思う、これ。いやー、問題解きそうですね。これは問題解きそうな気合いする。一旦座ってみる。まあ、まであります。まであること。カラーありますね。カラーあるよね。いやー、でも、なんなんやろな。あ、でもこっから、うん、下に入れた人見て、エネルギーがゴミのようだっていうこともできますね。まあ、まあ、絶対タイアップでそんなこと言わない。かなりやつ。どうやら我々は外を見てはいけないようだ。大阪工業大学さんからメールが来てたんで読みますね。はい。デンガーさんもキムさんもユウユさんも本日は大阪工業大学にお越しいただき誠にありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。僕ってご丁寧に。いや、全然そのことない。この度は、まあ、花尾デンガー時代からコラボさせていただいて、皆さんに一つ挑戦状を持ってまいりました。それは皆様に本学の入試問題を解いていただきたいということです。そういったことあります？ないと思います。で、本学の入試問題は難問や鬼門のような問題は出題されず、基礎的なことを理解しておればある程度解ける問題ばかりとなっております。ということは、皆様であればこの後おかしい、満点が取れるはずと察するに十分ですって。いやカメラマンの方と打ち合わせをし、数学物理科学を5問ずつ計15問制作いたしました。で、これは皆様3人が協力して解く形の企画ですので、皆様3人が全員正解で1ポイントとさせていただきます。じゃあ誰一人正解したら3分の1ポイント。3分の1ポイントは、あ、書いてあったわ。誰か一人でも間違えたらその問題は得点がないという形。ああ、3分の1点と察するには十分じゃないか。察するには十分じゃないか。察するには十分じゃないか。そんなに、ちゃんとガウスキーを取られたいな。まあ、本当は15問全部正解してほしいですが、12問正解で単位を差し上げますって書いてある。では皆様頑張ってください、大阪工業大学。まあ、どうやらここを抜け出すにはこれをやらないといけないということらしいです。キム、いけそう、これ。いや、もう余裕じゃない。そんな。で、一応裏でちょっと問題を取り持ってくれたダンボ君です。よろしくお願いします。ああ、多分このチャンネル知ってるデートは初めてだと思うんだけど、名前出たことある？名前は出てます。編集でずっと、これはダンボが編集しましたってテロップずっと出てた気がします。そんなあった？実は上位表示してる。透明度 1% とか、このサイズ6万とか、バリダルい。じゃあちょっとやってみたいと思います。来ましょう。じゃあ、数学や。これで難易度どうすか？星5で言うと。星5どこですか？あ、俺らでやいつもやってるやつでいく。星10が2折り。2折り。で、行った時に2か3ぐらいです。2か3。2か3。練習問題。これだから最終的に答えだけ書く。紙に書こう、ちゃんと。はいはい、行きましょう。よーい、スタート。なるほど。なるほど。で、これいけんじゃない？答え出たんやけど、一旦確認フェーズ入りますよね。はい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 。これ不正解やったら坊主やな。いいっすね。よし、6。この時点で誰か一人でも違う値が書かれていた場合、事件です。事件ということになります。はい、しないまで。はい、じゃあいきます。せーの、はい、5分の1。マイナス5分の1。マイナス5分の1。オーマイガッシュ。おいx-4-3 が2かマイナス2で場合分けしたら、5分の9マイナス5分の1、1、5分の3って、まあ、4つ答えができて、マイナス5分の1が答え。あ、これはね、間違いでした。お前これ、お前単位あと2、お前
取れなかったんだけど、どういう考え方ですね。じゃあちょっと2個目いきましょうか。次、物理。これ何位、優しいですか。僕の星2ぐらいじゃないですか。星2、はい、星2。じゃあいきますか。よーい、スタート。あー、なるほど。あー、まずいね。まずいね。まずいね。交渉として、物理のエッセンスみたいな。それ見たらもう終わりやろ。それ見たら一応あるんですけど。あれないんですか。だから大門とかの一番最初に何とかは何とかとするみたいなレッグないんですかね。多分分かるからいいかって感じのやつはいっぱいあります。高速どういうふうに高速もしあれだったら。いや、高速は俺全桁覚えてるから。高速言うから許してほしい。いや、頭おかしいやろ。2億9,972,458m/s ってことなんですよ。今すぐの勝負。いや、絶対いらんし。はい、マジで言ったらごめんなさい。いや、でも僕、オーダーは分かんないです。オーダーは分かんじゃん。じゃあ、はい、じゃあ回答いきます。はい、はい、5.0×10−7m 絶対違うよ、これ絶対こっちよ、オーダーは。あれ答えは 5.0×10−7m です。はい、500なのよ。380から770ナノみたいな言い方するから、さすがにそのオーダーでも、だからオーダーは絶対合ってる自信があった。まあ、E イコール H ニューですか。ニューが分かって、波長が分かるからです。あ、80だ。高速10の球場で計算してました。ああ、9桁やから。俺全桁教えようかって言ったやん。全桁教えようか。全桁教えようかって。やばい。え、これやばいぞ、お前。やばい。え、でも実際高速書かれてますからね。確かに高速書いてないの、ちょっとあれ。よーい、スタート。やばっ、やばい、やばい、やばい。うわ、これやばいな。うわ、でもこうちゃん、これなんだって計算とかないやん。ちょっと待って、お前何書いてんの、そんなに。まあ、一旦パワーくんもね、周期表は立てるだけ書いた方がいい。これやばい、目されるいったん置いといてほしいのは、僕、科学できないってことだけ。あと、物理できないってことだけ。僕、明大の科学で28点取ってますから。ブルントン模試で3点取ってますから。それも。いいよ。はい。6番。せーの。2。1。そう、正解は2です。やばい、だから、周期表かけて、こういうのをここからしたい。で、3は絶対おかしい。いや、4ももっとおかしい。金属やねんから重いに決まってる。なんかちょっとやばいな。俺もう休めないです。もう休めない。あかんない学生みたいになってる。じゃあ数学で負けしようぞ。はい、よーい、スタート。変わんの。おい、お前らこれめっちゃ丁寧にやろうぜ、これ。めちゃくちゃ丁寧にやろう。はい、で、いきますよ。はい、せーの。はい、2分の π、 2分の π、 4分の π。 お前ガッシュ。お前ガッシュ。正解は2分の π です。あー、 x サイン x は別で積分して、サイン x と分けてやれば半額ですね、多分ミスった。これなんかとんでもない空気。あれおかしいですね、なんかおかしい。残り何万あるんやっけ。これ11ですね。これ11。今の4問は、なかったことにする。でもこっから難しくなるんでしょ。15問中12問だったじゃないですか。まあ80%や、8割やね。11問の8割、9、9でしょ。シラバス読んでなかった。シラバス読んでなかった。でもここからの11問で9問正解だったら単位認めてもらうとかできます。それならもういいんじゃないですか。オッケー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 。まだいけると思いますよ。いや、まだいけるとかじゃないよ。俺もっと答えてますよ。1問も取ってない。1問も取ってない。よーい、スタート。なるほど。ロック。はい。変数違う。変異違う。質量保存違う。お前ちょっと待ってや。お前ちょっと待ってって、お前。どの人が偉いかっていう。えらいえらい。で、これを知らへん人いないと思う。俺らの界隈で。ジェネレーションシステムの法則とかですね。ああ。考え方の法則。いやー、二択やなー。二択。
どんな混ぜ方やろ。せーの、はい、はい、ガウス。ガウス。ガウス。正解。よっしゃ、やっしゃ。ちょっと待ってください。いや、なんか何で迷ってたの。いや、まあ、やっぱガウスかウイラーみたいですよ。お隣同士ぐらいにいるんで。あと10問の中で8個正解。余裕っすね。余裕っすね。何が科学やんな。科学です。よーい、スタート。あ、やば。あ、おまか。正極で起こる反応をイオン反応式だな。なるほどね。ちょっと科学は忘れたよ。こうしかないわ、俺。これでロックしてみよう。答えかけてるせーの、 4H プラスプラス O2 プラス 4E マイナスが 2H2O。 お、俺一緒じゃん。お、一緒。全員正解です。よし、正解。正解です。おー、すごい。余裕よね。余裕よね。余裕ですね。どっちかどっちに電子が流れるかってだけや。うん、そうです。そうそうそう。俺でもこれ全員正解すると思わなかった。最初の絶対値の方がよっぽど正解した。まあ行きましょう、次。はい、数学です。はい、数学熱い。よーい、スタート。はい、あー、いや、これはいかなあかん。さすがにね。方針正しい道に戻るっていうのは非常にリスキーなので、力こそパワーリオって言っておきます。良くない生き方ですね。回答が出るんですけどね。お前もしかして17個のこう全部出してる。気づきました。それで都合覚えてないんで。すごっ。俺これ絶対合ってるわ。え、よく作ったな、この問題。はい、出し終わりましたと。じゃあこの17個の数を足し合い。よかったな、17で。これ40とかやったらヤバかったで。お前40とかやると結構書き終わったと使われますよね。頭おかしいやつ。ロック。絶対当てる。絶対当てます。うわ、じゃあ多分答えしちゃう。全然納得しないんですけど。それ正解できって。お前。ちなみに B17 出したときといくつになったの。300。まあ、剣騙してほしいかな。どっかだよね。あ、お前2分ください。いいよ、修正します。いいよ。これがエラーコードだ。修正完了。じゃあいきますか。はい、2023、2023、2023。おー、どうですか。2023です。よし。何だ。え、どうやってやったの。いや、2ずつ増やしちゃってた。間違った答えから修正し直したんや。ああ、じゃあこれやったよ。足してたら、それで聞いたらこの場で解けるよ、普通に。それってお前なんか本質的に会社成立と同じことやったんだよ。そうだって我々の方式化しとくんで。まあこれできるんや。それできるのに。これできるんよ。成功法やな。いただきます。よーい、スタート。やばいやばい。ああ、ライブなんて案件で。これまで聞いた。はい、じゃあ OK です。はい、OK です。せーの。MGL かけるカッコサインシーターマイナスミューダシとコサインシーター。同じですね。違いますね。グループと先生でややこしくなってるな。正解は MGL のコサインシーターマイナスミューダシとコサインシーターです。考え方っすね。あれですよね、力学的エネルギーの変化が摩擦化した仕事になるっていう形のやつですよね。 まあ、あと1問間違えられますか。あ、そう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 。確か。そうそうそう。はい、いただきます。はい、よーい、スタート。やばっ。やばっ。それは分散はいいとか思わせてこれ、両門ですね、俺、おそらく。やば、両門の風吹かしてるわ、俺。こうやと思うな。いいわ、ロックで。いいわ。じゃあいきます。いいですか。せーの、はい。256。お、256、正解です。よし。あ、
でもなんか乳酸は共存異性があったっていう事実だけ覚えてた。グリシンだけあのない。あ、そうそう、その事実も俺覚えてた。だけそうそうそう。とりあえず僕らまだやれるでこのゲーム。いけますね。またこのゲームやる。全員ちゃうやだけ。はい。どういう状況でしたっけ、ちなみに。え、俺らはターン落としてます。暗算ですか。暗算ですね、ここからは。ここからは暗算でいけるかな。でも最後の数学絶対むずいと思うから。さっきの流れで絶対無理。おーい、スタート。これ暗算でいける説。マジで。だから一旦箱を折ればいいんですよ。で、うわ、カードの枚数が N 枚やから無理や。はい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 。箱くるってない。一旦全部区別ありと思ってみます。確かに。いや、これ暗算きついかも。何でも安全でやってんの。俺ごめん、安全でやってないわ。出たけど出んのかな。どう、何割来たの。いや、もう全貸し切れました。あ、とんでもないやつがいた。いいでしょう。6せーの、2分の3の n 引く1乗プラス1。2分の3の n 引く1乗プラス2の n 乗引く1。3分の n プラス 1nn マイナス1。 はい、ということでキムかな。キムさん正解です。はい、まあ、じゃあちょっと軽く解説してあげて。1個の箱に全部入ってる場合と2個または3個の箱に入ってる場合は区別しなきゃいけないんですよ。 AN 通りありますね、この時。まず1個の箱に全部入ってるというのが1通りあって、 N プラス1枚目に入れる時にすでに入った箱に入れるか空の箱に入れるか2通りしかないんですよね。それ以外の AN マイナス1通りは3通りあるんですよ、入れ方が。で、あとはそれの全化式を解いたらここからやっていきます。じゃあ行きますか。はい、よーい、スタート。うわうわいや、でもいろんな問題出るやん。まあまあ、光のドップラー効果ですね。ドップラー効果が起きることは勝ちたかねえんだよ。ああ、この世の全てを理解した。一旦これでいきますか。なんで惑星があるとドップラー効果が起こるのか分かってないです。ヒント言うと、これ記述問題なんですけど、一つ選び、その理由を重心という言葉を必ず用いて記述。なるほど。はい、どこへ。せーの、 C C C。 あれ、あ、正解は C です。おい、マジか。おい、マジか。おい、あいつ似た問題なんで、惑星が C にいるときに恒星ってのは C の最大の速度になると思ったんで C かな。なるほど。これさてはラストラストってことは期末みたいなもんなんですよ。テスト9割とかの授業もある、うん、え、こうやって普通に1個答えるだけよね。いや、違います。複数回答する可能性があると思う。それ全部正解はするのね。さすがにね。さすがに答え、いい追加合格してもさせてもらえませんか。全部正解すれば。全部正解すれば、OK、まだチャンスだ。 OK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 。 まあいいや、行きましょう。よーい、スタート。ドロー。あ、終わった。あ、うわ、出たー。これは、さては要因分析。でもこれはもう絶対やっとかなあかんっすよね。これはよく出た気がするもん、受験の時。でもこれありがたいことに何を加えるかちゃんと全部書いてくれる。いや、そうね、確かに。そうそうそう、分かる分かる。答えされることありますもんね。めちゃめちゃ親切。ここに絶妙なんやな。黄色地点絶妙はロードホルモンあんのかな。めっちゃちゃうで。少なくともちゃうことは分かる。キサンとプロテイン、あ、それも黄色やな。ブロンチモルブルーですね。賛成の時黄色やな。みんなで卒業しようぜ。今で。はい。はい、いけました。せーの。F が AG2S。僕が1個目が AG2S。考え方ですね。これ卒業できない。まあいいでしょ。はい、一回答え聞いてみましょう。じゃあ、カッコ1から順番にいきます。はい。カッコ1は AG2S です。きた。おい。は？え、S3 とけたの PB じゃん。だから PB は PBCRO4 にあるんだよね。そうですね。PBCRO4 です。うわ、ちょっと書いて作ります。アルミニウム6杯はあってそうだね。アルミニウムは ALOH4-。あ、惜しい惜しい。そこが4杯になってたら、あ、でも。手伸ばせよ。その反応、世界で生まれてくる。これ我々が何問正解したことになるんですかね。
3人から正解したのは5問です。あ、まあでもまあ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 でもそんでも逆に言うと10は無理やん。よく分かったわ。やっぱそのこの難易度の全員正解はやっぱ難しかったかもしれない。3人全員正解で5問ってことは、じゃあ実質 3×5 で満点っていうことですね。そうか、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 A かつ B かつ C はダメやったけど、 A または B または C はダメやこれでもね、あの問題以外は誰かしら正解しないです。あのさすがに、さすがにカップよりキャップということで、カップよりキャップ、そういうことですね。狭く深くよりも浅く広くみたいな感じのが、はいはい、この大学にはなってるってことなんで、まあそういうことですよね。だから、あの我々がちょっと狭く深く行き過ぎてる受験生はやっぱまだ広く丁寧に丁寧にここはしっかり押さえておきましょうってところをしっかり押さえていくと、物理も学も数学も比較的解ける問題だったんじゃないかなと。皆さんもぜひ大阪工業大学に、興味ある方は受けてみてはいかがでしょうかという形で、ちょっと我々で言った勉強会後日やって、どっかの機会に再挑戦みたいな形ちょっと取らせていただいて、一旦ここからどうですか。そうですね、まあ一旦執行猶予みたいな感じ。執行猶予みたいな。でもなんかファンプレーした場所あったでしょ。僕、あの言っときましたよ。僕、カズダヤビマどうすか、それ、どうすか、それな、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、シャーッ、シャーッ、シャーッ、はい、ということで今回撮影してまいりましたけども、いやでもなんやかんや無事でよかったっすね。これでかで、この場所なんですけど、大阪工業大学もここにあるでしょ、この看板が梅田駅のど真ん中なんですよ、本当にもうすぐそこ阪急梅田駅、もうすぐそこ阪急梅田駅で目の前に大学があるっていうこの素晴らしさ、俺も推進ですね、防振とかある、ここある、ここあるやつの一個ね。うん、そんな感じで、あの本当に梅田のこんな都会な場所でロボットに関することだったりデザインに関することだったりっていうのを基本的に学べる学科で今日は撮影させていただきました。立地もいいし興味あるなって方はぜひ概要欄からチェックしてもらえたらいいかなと思います。ということで本日は一回脱出させてもらって、我々はね勉強し直して再挑戦させていただけたらなと思います。ということで本日の以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。